Hi everyone! 皆さんこんにちは、ノラスです。今日は通訳のノートテイキングを練習したいと思います。以前にもいくつかノートテイキングに関する動画はアップしていますので、まだ見ていない方は概要欄のリンクをご確認ください。問題の後にサンプル回答をお見せします。それでは早速参りましょう。メモのご準備をお願いします。I fell and landed on my knee 2 days ago. I'm still able to walk, but the front of my kneecaps are swollen and have throbbing pain. これは短い文章でしたので、メモがいらなかった方も多いかもしれません。内容的には、こけて怪我をしたということですが、ここで重要なのは、怪我をした部位、怪我の状態、そしていつそれが起きたかです。通訳試験などでは、数字や症状は絶対に落としてはいけないところなので、短い文章でも重要箇所はメモに取っておくといいと思います。サンプル回答を解説していきますが、あくまでもサンプルですので、これと同じである必要はありません。自分なりのやりやすいメモを書いてください。この膝と書かれた隣に2本線がありますが、これは両膝をついてこけたということなので、両足という意味で2本線が入っています。そして大事な数字、2の横に days を表す d があります。縦線は時間軸を表しているので、今よりも2日前に起きたということになります。歩ける状態ではあるけれど、膝のお皿の前の部分に腫れとズキズキする痛みがあるということでした。まだ歩けるとか、膝のお皿の前の部分というところがメモに残っていませんが、こけて両膝をついたのをイメージすると、メモがなくても頭に残る部分だったので省きました。swollen、腫れていて、痛みがある。もっと言えば、ズキズキした痛みがある。というのは念のためメモしています。イメージしてメモを最小限に抑えるやり方は、過去のノートテイキングの動画をご確認ください。では、もう一度問題を聞いてみましょう。I fell and landed on my knee 2 days ago. I'm still able to walk, but the front of my kneecaps are swollen and have throbbing pain.では第2問です。状況を頭の中でイメージしながら、症状、数字などに気をつけて聞いてみてください。Yesterday during basketball practice, I collided with my teammate and sprained my right ankle. When I got up, I felt shooting pain. I was limping and my ankle looked swollen, so I iced the ankle for 20 minutes every 2 hours to stop swelling.こちらが私のノートです。練習中に足首をひねったということが想像できれば、かなりメモを省ける状況でした。昨日、バスケの練習中にチームメイトとぶつかって足を捻挫した。どちら側がというと、右でしたね。立ち上がったら痛みを感じた。どんな痛みかというと、shooting pain。ビンと痛みが走ったと言っていました。バスケの練習中にチームメイトとぶつかって足をひねって起き上がって痛みがあって足を引きずるというところまではイメージで残っているので、足の状態とそれにどう対処したかをメモに残しています。まず足首が腫れていたので、腫れを止めるために2時間ごとに20分冷やしたということです。2H は2 hours ということです。その横の縦線は時間軸とは違って斜めになっているので、これは毎2時間、every 2 hours ということです。ではもう一度問題を聞いてみます。Yesterday during basketball practice, I collided with my teammate and sprained my right ankle. When I got up, I felt shooting pain.
I was limping and my ankle looked swollen, so I iced the ankle for 20 minutes every 2 hours to stop swelling. 続いて3問目です。I ate some leftover salmon sandwich. Then few hours after, I started to feel sick. I was feeling nauseous, bloated, and ended up with vomiting and diarrhea. I was in the bathroom for about 5 hours and threw up at least 20 times. ここでは残り物のサーモンサンドイッチを食べたら食中毒になったようです。最初の SLM はサーモンです。数時間して sick、気分が悪くなった。この3行目は症状を書いています。最初に symptoms を表す記号、私の場合だと SX とか、この頭に書いておけば、この3行目の部分は症状についてだなと分かりやすいかもしれません。ここは気持ち悪くなって bloating、 お腹が張って、で右矢印なので、それから vomiting、 嘔吐と下痢がありました。トイレに5時間ほどいて20回以上は吐いたということでした。では問題をもう一度聞いてみましょう。 I ate some leftover salmon sandwich. Then few hours after, I started to feel sick.I was feeling nauseous, bloated, and ended up with vomiting and diarrhea. I was in the bathroom for about 5 hours and threw up at least 20 times. 最後に日 A の問題もやってみましょう。それでは問題を読み上げます。このウイルスに感染すると10日から14日、最大で21日間の潜伏期間を経て、頭痛や筋肉痛が起こります。また、リンパ節が腫れることもあります。では、メモを見ていきます。ウイルスに感染した場合、どれくらいで何が起きるかでしたね。メモには、潜伏期間と症状だけを書いています。After exposed to the virus, with an incubation period of about 10 to 14 days,Up to 21 days, people will feel a bit of headache and might have some muscle aches and pains. People also might have some swollen lymph nodes. いかがでしたか？もっと長文を練習したい方は noras.com でロールプレイスクリプトをご用意しています。オンラインでマンツーマンレッスンを行うこともできますので、ぜひサイトにアクセスしてみてください。